たく25。こんにちは、パネルクイズアタック25司会の片脇芳です。問題を差し上げます、相馬ひろみです。今日もアメリカ旅行を目指していただきましょう。さあ、今日もなかなか優秀な皆さんが揃っているようですが、早速始めましょう。相馬さん、よろしく。モンゴル、ベトナム、シンガポールの3つのアジアの国のうち、最も人口の少ない。赤の方。その通り。お見事、正解です。13番に赤が止まります。こういう形ですが、では次の問題です。どうぞ。日本の手形は法律上大きく2つに分けられます。約束手形と、もう一つは青の方。結構よくご存知でした。青の方。さあ、何番。14番に青が止まります。さあ、参りましょう。相馬さん、よろしく。どんな仕打ちにあっても平気でシャーシャーとしていることを何のつ。青の方。その通り。はい、結構です。まさにその通り。青の方。さあ、何番。12番。飛び込んだ。13番の赤が青に変わります。さあ、こういう形になったが、さあ、問題です。どうぞ。知識は力なりの名言を残したイギリスの赤の方。その通り。よくご存知でした。赤の方。さあ、何番。11番に赤が止まります。では次の問題です。どうぞ。フランスロワール川の右岸にあり、百年戦争でイギリス軍による包囲から、ジャン。赤の方。その通り。お見事、正解です。赤の方。さあ、何番。15番に入った。14番、13番、12番の青、赤に変わった。おお、ほほ、これは参ります。問題です。どうぞ。自分自身の父親をモデルにした主人公。赤の方。その通り。よくご存知でした。赤の方。さあ、何番。10番。そこを取ったか。ここで皆様ご紹介したいと思います。参ります。問題です。どうぞ。童謡赤とんぼの歌詞で、山の畑で小籠に積んだのは何。赤の方。その通り。はい、結構です。まさにその通り。赤の方。さあ、何番。5番に赤が点灯いたしました。見事角をものにされましたが、では次の問題です。どうぞ。名探偵金田一耕助が初めて登場。赤の方。その通り。よくご存知でした。赤の方。さあ、何番。20番。そこを取ったか。この問題です。どうぞ。小説宮本武蔵の作者で、木枯らし紋次郎の生みの親。赤の方。その通り。はい、結構です。まさにその通り。赤の方。さあ、何番。
25番25番に赤が点灯いたしました。さあ角に入られたわけですが、さあ参りましょう。相馬さんよろしく。国富論を書いたイギリスの経済学者は赤の方。その通り、よくご存じでした。赤の方。さあ何番。24番に赤が止まります。こういう形ですが、さあ問題です。どうぞ。キリスト教で純潔の象徴とされ、ルネッサンス期の宗教画の受胎告知の絵に描く赤の方。その通り。はい、結構です。まさにその通り。赤の方。さあ何番。23番に赤が点灯いたしました。さあ他の方頑張る。次の問題です。それまでひし形や丸形など赤の方。その通り。お見事、正解です。赤の方。さあ何番。22番。そこを取ったか。赤の方。目下のところ好調ですが、さあ問題です。懐かしのヒーローの名前です。本郷猛は仮面ライダー、伊達直人はタイガーマスク。では諸星団は赤の方。その通り。よくご存じでした。赤の方。さあ何番。21番に赤が止まります。見事角をものにされましたが、リードを広げましたが、このまま行くのか。次の問題どうぞ。ピアノ三重奏で使う楽器はピアノ、バイオリンと赤の方。立ってしまわれた。3人で参ります。問題よろしく。次の文章が正しいか間違っているか、本当か嘘でお答えください。アメリカで最も古い大学、ハーバード大学の創立はアメリカ合衆国の独立以前である。青の方。その通り。よくご存じでした。青の方。さあ何番。19番に青が止まります。はい、そういうことです。赤の方。あと1問のご辛抱。この問題です。どうぞ。もともとは将軍家などの隠居所、今ではその道の第一人者として大きな勢力を持つ人のことを何というでしょう。青の方。おやおや、やっと気にされたんでしょうか。赤の方。お戻り。気を取り直してまいりましょう。問題よろしく。犬の種類でペキニーズ、チャウチャウ、チンのうち赤の方。その通り。はい、結構です。まさにその通り。赤の方。さあ何番。18番いった。19番の青、赤に変わります。さあ他の方頑張る。次の問題です。5月10日から愛鳥週間が始まりますが、日本の国の鳥赤の方。その通り。お見事、正解です。青の方。お戻りください。そして赤の方。さあ何番。16番に赤が点灯いたしました。さあこういう形になったが、赤の方。
目下のところ好調ですが、さあ問題です。よく聞き取れないほどの小さい声を赤の方。その通り。はい、結構です。まさにその通り。赤の方、さあ何番。6番。そこを取ったか。リードを広げましたが、このまま行くのか。次の問題どうぞ。万葉集にも数多くの歌を残す北九州の守りに徴用された。赤の方、その通り。お見事、正解です。赤の方、さあ何番。1番。1番に赤が点灯いたしました。見事角をものにされましたが、さあ他の方頑張る。次の問題です。アメリカ合衆国の大統領官邸はホワイトハウス。ではフランス。赤の方、その通り。よくご存知でした。赤の方、さあ何番。17番。いやー、そこに入ってしまったのか。残るパネルが6枚ということは、あと1問でアタックチャンスに入る可能性が十分にあります。慎重に参りましょう。問題どうぞ。1962年にアメリカの生物学者レイチェル・カーソンが発表し、環境保護を訴える本で先駆け的存在となっている作品の題名。青の方、その通り。はい、結構です。まさにその通り。青の方、さあ何番。9番。9番に青が点灯いたしました。さあどういうことになるんでしょうか。こういう形で鐘の音が聞こえてまいりました。さあここで大事なアタックチャンスですが、このアタックチャンス遺憾によって勝利の道がぐっと近づくわけです。それでは参ります。アタックチャンス。電流の交流を AC というのに。赤の方、結構。さあアタックチャンスを手に入れられたわけですが、どこに入れてくるのか。まずは何番。4番。4番に入った。9番の青が赤に変わりました。そしてアタックチャンスの狙い目は何番。13番。なるほど、そういう作戦できたか。アタックチャンス後の問題大変大事です。この問題です。4人です。この問題どうぞ。作家の泉鏡花、徳田修正、室生犀星らを生んだ北陸地。赤の方、その通り。お見事、正解です。赤の方、さあ何番。3番。3番に赤が点灯いたしました。さあこういう形になったが、これからが勝負の分かれ目です。残るパネルは4枚。大事な問題です。行ってみましょう。詩集悪の花や三分詩。赤の方、その通り。よくご存知でした。赤の方、さあ何番。2番。2番に赤が止まります。赤の方、目下のところ好調ですが、さあ問題です。調和して風情のあるものの例えとして、梅にうぐいす、柳に何と言われ。赤の方、その通り。はい、結構です。まさにその通り。赤の方、さあ何番。7
7番に赤が点灯いたしました。こういう形ですが、リードを広げましたが、このまま行くのか。次の問題、どうぞ。サウナ風呂の発祥の地として知られる森と湖。赤の方。その通り。よくご存じでした。赤の方。さあ、何番？8番に赤が止まります。さあ、ご覧いただきましょう。残るパネルが1枚。さあ、パーフェクトなるのか。問題です。どうぞ。英国の博物学者ダーウィンが1835。赤の方。その通り。はい、結構です。まさにその通り。赤の方。ラストコール。13番に赤が点灯いたしました。ボード上をご覧ください。お見事、パーフェクト達成です。赤のアメリカ旅行挑戦権獲得、おめでとうございます。お見事。せっかく優勝されたのですから、アメリカ旅行にいらしていただきたいと思います。はい。今日はある都道府県の名前を当てていただきます。このパネルの取り方は文句ないでしょう。アメリカ旅行獲得なるんでしょうか。ある都道府県の名前、 VTR スタート。その都道府県とは。残念でした。ここで皆さんと一緒に確認してみたいと思います。になるかと思ったんですが、本当に残念です。残念でした。また来週お目にかかります。ごきげんよう。また来週、さようなら。25